あ、まあ12時34分ですね。おお、じゃあちょっと行きますか。はい、滑り行きましょう。行きましょう。いいですね、最高です、今日天気が。これから行くスポットはなんか球場ですよね。球場のなんか脇にある変なフラットレール、そう、フラットバーみたいな、なんかちょっと面白いレールがあるそうです。一回しか行ったことないんですけど。はい、ちょっと滑りすぎたな今日。まだ何も滑ってないこんな感じです、スポットは。結構遊べるスポットですよ。引っ越してきました、横浜に。前埼玉住んでたんですけど、まあ半強制的に。待ってる、超可愛い。まあヒロ君が家見つけてくれて、でゆうと君と一緒に住むことになって、でいつもだいたい3人で動いてます。と8月の1日から12日か2週間かな、そう、向こうの海外のチームの人と動いてて。ボルコム、ボルコムの。どこ、国はどこ。国はですね、マレーシアとフィリピンとバリ、まあ結構デモがメインっぽい感じのツアーだったんですけど、すごい楽しかったです。今日の意気込みは、まあ、まあいつも通り楽しく滑れたらいいと思います。はい、たまたま通りすがりにあった、通り道だ、通り道にあったスポットでちょっとさらっとゲリラフィルミングやっちゃいますよ。あ、怒られちゃいましたね。俺一回しかやってないんですけど、みんな一回ずつぐらいしかやってない。俺一回しかやってない。We'll be right back.
です。行ってみよう。いつもお世話になっております。ここは新横浜ラーメン博物館。今からちょっとつけ麺屋さんのガンジャラーメンさんにこうみんなで食べて終わろうかなって感じです。お願いします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとまああまり映像撮れなかったんですけど、こんな感じでいつも楽しく滑ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。